今から10年以上前の話。まだ看護師が看護婦と呼ばれていた時代のこと。当時僕は某医科大学の看護学部の学生だった。短い夏休みが終わると同時くらいに国家試験前の最後の看護実習が始まる。僕は付属の大学病院で国家試験の前に実習生として主任となる看護師さんと共に担当の患者さんを受け持っていた。そこで僕は整形外科棟である患者さんと出会った。今まで見た患者さんは老人や中年の方々が多かったが、今回は17歳の女の子であった。彼女の名前は浅見といって、右足を失っており、義足を用いながらリハビリを行っている状態だった。浅見は男の看護師である僕のことが珍しいのか、いろいろ僕について聞いてきた。内容はいかにも年頃の高校生の質問という感じで、彼女はいるの？好きな人は？とか、学部の男の人って他にもいるの？という、普通に答えられるレベルの質問だった。浅見の部屋は個室なんだが、様子を見に行くといつも笑っていてくれた。そんな浅見との他愛もない会話は、辛い実習の中で、唯一心から楽しめるものとなった。たまに長いおしゃべりが主導主任に見つかって怒られることもあったが、浅見は小声で、この後も頑張って、とかいろいろ声をかけてくれた。学生生活最後の実習も終わりに近づき、実習終了まで、あと一週間と迫った日、お別れの挨拶がてら、担当していただいた患者さん一人一人に、病室に行く際、お礼を言って回った。もちろん浅見にも伝えた。それを知った彼女は、あと一週間か、と言いながら、一瞬悲しげな表情を見せたが、最後に高木くんとどうしても行ってみたいところがあるんだけど、お願い、一緒に行こう？とねだられた。浅見の容体は依然、車椅子なしでは長距離の移動は困難であり、僕自身の独断での行動なんてバレたら、国家試験はもちろんのこと、遺族の方に訴えられる。なんてことも想像できて、はっきりと断った。それでも彼女は諦めようとせず、本当に、本当に、最後のお願い。それだけは絶対ダメだよ。あさみちゃんに何かあったらどうすんの？と言って、きつい口調で突き放した。あさみはそれでもねだり続けてきた。せめてどこへ行きたいのかということだけでも聞いておこうと思って、場所はどこなのか尋ねてみた。そこで浅見は落ち着いた口調で口元を緩ませて、秘密、とだけ答えた。あの時、一瞬背筋が寒くなったのは今でも覚えている。結局、浅見の要望は断り、残りの実習を終わらせることだけを考えた。それからは、浅見は僕とは口を聞かなくなった。僕から話題を振ってもノーリアクションで、なんだか悲しかった。実習もあと2日と迫った、ある夜のこと。僕は、その日の実習を終えて、その日お世話になった医師や主任にお礼を言って
正面玄関から出た。気づけば関係者以外立ち入り禁止の入り口に立っていた。どうかしていたんだと思う。この4日間、口を聞いてくれなくなった浅見のことが気がかりで仕方なかった。僕はそっと入り口のドアノブを回し、そそくさと非常階段を使いながら浅見のいる6階まで登っていった。彼女の部屋をノックして、返事を聞いたところで入っていった。浅見はベッドの高さを変えて本を読んでいた。たちまち不機嫌な顔つきになったが、行きたい場所のことを聞くとすぐに明るい顔になった。場所は案内するから車椅子を押すように頼まれて病室を出た。時刻は夜の8時。1階に外来の方が少しいる程度。6階にはナースステーションの明かりがついているだけで人影はない。廊下の電気は薄暗く、非常口の位置を示す緑色の明かりが妙に目立っていた。エレベーターで4階を指示され、登ってきたエレベーターに乗ろうとするが、そこには主任の看護師さんも乗っていて、あ、バレると思ったが、看護師さんは僕を見て、ん？忘れ物？気をつけて帰りなさいよ。とだけ言ってエレベーターを降りていった。まるで目の前の浅見をスルーするかのようだった。僕は内心怖かった。一体どこへ行くのか。浅見の指示に従って廊下を歩いていくと、目の前に渡り廊下が見えてきた。こんな渡り廊下知らない。僕は実習でこの病院に何ヶ月もいたし、病棟の位置はすべて把握しているつもりだった。だが、この渡り廊下の存在は知らなかった。じゃあ、この廊下の先にあるものは、一体何なんだ？急病棟だよ。浅見は笑いながら言った。医科大の学生として、急病棟の存在は知っていた。でもつい最近取り壊しが行われたっていうのが僕が知っている情報だった。だが浅見の言う通り、現に今目の前にあるのが急病棟の入り口である。関係者でも何でもない彼女がなぜ急病棟の存在を知っているのか不思議だった。彼女に言われるがまま入り口まで来たが、中は見渡す限り真っ暗。本当の暗闇。なんで急病棟なのか尋ねると、だってここって出るんでしょ？ワクワクするじゃん。僕は後悔したが遅かった。施錠されていることを期待したが、鍵は開いていて、結局急病棟に入ることになった。先生、これ持ってた方がいいよ、と渡されたのは懐中電灯。妙に用意がいいなと思いながら、電源のスイッチを入れて中へ入っていく。中には医療器具や車椅子、見渡す限り倉庫という感じだった。病室も覗いていったが、さびれたベッドが一室に四つあるだけの殺風景なものだった。言われるがまま進んでいくと、突然懐中電灯の明かりが消えた。僕は焦ってオンとオフを繰り返した。そうしているうちに明かりがついたが、浅見がいなくなっていた。
アサミは僕が押す車椅子に乗っていて、足は義足だし、車椅子を自力で離れるというのはほとんど不可能なんだ。急に恐怖がこみ上げてきた。とにかく彼女を見つけることを最優先として、僕はフロアを走り回った。すると、どこからか聞こえてくる。カタ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 。車椅子を引く音だった。どこから聞こえるんだろうと思って、息を殺して耳を澄ました。音は廊下の突き当たりから聞こえてくる。アサミかなと思ったけど、直感的にアサミじゃないと思った。姿を見てはいけないと思って、そこから離れようと全速力で出口に向かおうとしたが、出口がどこだったか、もはやわからなかった。途中でエレベーターを見つけたが、僕は唖然とした。急病棟で電気なんて止められていると思ったが、エレベーターの数字が1から2、2から3、3から4と上がってきている。今僕がいるフロアは4階。ピンポン。エレベーターから音が鳴った。もうこの病棟はいろいろやばいと思ったが、遅かった。エレベーターの扉が開く前に、震えが止まらない足を無理やり動かして、非常階段を使い、とにかく下へ行こうと思った。すると今度は、チリーン、チリーン、鈴の音が階段の下から聞こえてきて、もう本当にやられると思った。初めて入った病棟をわけもわからず、出口を求めてひたすら走った。鈴の音はどんどん大きくなっているし、アサミの姿は見当たらない。もうダメだと思った。観念した僕は、4階の窓から外へ向かってダイブした。その時、足を強くひねったみたいで、携帯電話で119番をして、一命は取り留めた。損傷はそんなにひどいものではなく、2週間ほど病院に通って、ギブスは取れた。事情が事情なだけに、実習は一応合格をもらった。後で主任のところに実習のお礼を言いに行く際、最後の日のエレベーターでの出来事を聞いてみると、何言ってんの？あの時、あなた一人だったわよ。と言われて心底ゾッとした。アサミという女の子。後にアサミの病室を訪ねたが、アサミは僕のことを知らなかった。主任もアサミを担当にした覚えはないという。あの一連の出来事、一体あれは何だったのか。今でも僕は鈴の音がトラウマになっている。